どうも皆さん、おはようございます。こちたびこちびでございます。現在ですね、岐阜県の大垣駅に来ております。今回なんですけども、普段ここ大垣を起点に走っている、JR 東海の東海道線の新快速快速列車なんですけども、ちょっとその中に混じって走るちょっと変わった快速列車を取り上げたいと思います。まあ、ここ大垣をベースにはしてはいるんですけども、普段と違った航路をたどるという列車があるそうで、今回はそれをちょっとご紹介したいなというふうに思います。ではですね、早速なんですけども、その列車を追い求めて大垣駅の方へ向かいましょう。レッツゴー。入りましたけど、とりあえず5番線かな。じゃあ5番線行きます。大垣駅のホームです。まあ頭上にある停止地目標に6とか8とかありますが、5番線だけ11っていうのがあります。これはかつて存在したムーンライトながら号の名残かなと思われます。こんな懐かしいのがひっそりと残っているんですね、大垣駅は。5番線は始発の快速来たんで1番線でした。で、今到着。来ました、回送で入ってます。これですね。豊橋を15時50分発の新快速です。で、標別はすでに回送を表示しております。回送で来ております。はい、で今車内点検が始まってます。2両3両3両の6両です。降車作業を終えて、点検を終えて、電気も消されたんですが、進路はこちら、先ほど来た方向と逆方向を向いています。名古屋方面へ向かいます。車庫には入らず名古屋方面へ折り返していくようです。果たしてどこまで向かうんでしょう。17時30分ごろ、回送となった313系は名古屋方面に向けて走り出していった。この回送列車の目的地はどこなのだろうか、後続列車に乗って後を追いかけてみようと思います。
回送列車のすぐ後ろを走る17時34分発の新快速に乗って追いかけます。しかしこの列車、米原駅が始発のため、すでに多くのお客さんが撮影大丈夫。まともに撮影できないんで岐阜駅で乗り換えです。岐阜駅で始発の普通に乗り換えます。1番から8番普通です。最初の停車駅、木曽川駅に到着。ふと前方を注視してみると、何やらホームの内線路に停車している313系車両の姿を見ることができます。実はこの313系こそが、大垣駅から追い続けていた謎の回送列車なのです。後続列車の待避や時間調整をしながら、決まった時間に目的地へと向かっていくのです。それではここからは、そんな謎の回送列車の動き方を見ながら目的地を目指していきましょう。少しだけ場所と時を戻して、17時35分頃の岐阜駅、大阪、名古屋行き特急、飛騨号の切り離し中です。同じ頃、東海道線1番線ホームに鳴り響く通過放送。どんな列車が通過するのかというと、やってきたのは313系でした。ものすごいスピードでこちらに迫ってきます。行き先表示は回送を表示しています。そう、大垣駅から来た先ほどの回送列車です。我が物顔で轟音を立てて313系が岐阜駅を通過。回送列車ならではの光景を見ることができました。再び木曽川駅、時刻は17時40分過ぎ。回送列車はここで待避線に入ります。営業列車はホームのある本線の線路を100キロ以上の高速で通過していきますが、待避線に入る列車はかなり手前の分岐点から速度制限がかかるので、見えた時点でかなり速度は低いです。これは貨物列車が待避のため停車できるように有効長を長く取ったためです。 JR ではよく見られるスタイルです。そんな長い待避線をゆっくりと渡っていき、回送列車は木曽川駅で時間調整のため運転停車。有効長が長い待避線の先端で停車するため、回送列車はホームがある場所を外して停車しました。そして約15分の停車時間の間に、特急や普通列車など
何問も抜かれていきます。改札口を出て駅の外へとやってきました。画面左側が木曽川駅の構内となっています。その先には待避線で運転停車を続ける回送列車の姿を見ることができます。先ほど岐阜駅から乗車した普通列車にもあっさりと抜かれていきます。17時58分頃に木曽川駅を発車していきます。ここで3本の列車に追い抜かれました。岐阜駅での豪速通過から一転、ゆっくりと歩みを進んでいく回送列車。そしてこの後は一体どんなルートで目的地駅を目指していくのであろうか。18時を過ぎて、ここはお隣、尾張一の宮駅。先ほど木曽川駅を発車した回送列車がやってきました。この駅でも回送列車は停車せず、さらに先を目指すべく素通りしていきました。18時7分発普通列車岐阜行きです。次に向かったのは尾張一宮駅から 2.5 キロほど進んだとある踏切がある地点。ここには普段走っている東海道線の線路の他に1本線路が左側に分岐しています。この線路は主に貨物列車などが走行する迂回用の線路、通称稲沢線です。そんな稲沢線との分岐点がある踏切を例の回送列車が通過しようとしています。東海道線の営業列車であればここをまっすぐ東海道線へと進むはずですが、なんと回送列車は左へ分岐して稲沢線へ進入、貨物列車用の線路に電車が入線してしまいました。これはさらなる秘密があるよか。他の場所でも撮影をしてみましょう。尾張一宮駅から一駅隣、稲沢駅にやってきました。奥に見えるのが稲沢駅の駅構内です。稲沢駅の周辺には機関車の配属基地である愛知機関区と貨物列車用の留置線があります。それらを抱え込むようにして東海道線と貨物列車用の稲沢線の線路が配置されています。先ほど回送列車が入線した稲沢線の上り線はこちらから見て一番手前の線路を走っていきます。稲沢駅から 1.5 キロほど歩いたあたりに移動してきました。今まさに貨物列車が出発をしようとするところでした。20両以上に及ぶ長編成を引くため出だしはゆっくりと動いていきます。いらっしゃい。どこへ行くんだろう。
の貨物列車の発車からほどなくすると、白い前哨灯の光が見えてきました。電車である回送列車が稲沢線を走行し、貨物港内の留置線を走ってきました。しかし、速度は結構ゆっくりしたスピードです。一体どうしたのでしょうか。なんと貨物港内で停車をしてしまった313系。実はこれもこの回送列車ならではの光景なんです。以前の動画で稲沢線を経由中に先行列車を追い抜くホームライナーをご紹介しましたが、この回送列車はそのパターンとは逆で、後続列車を退避するために稲沢線へ入線します。そして2本ほど後続列車に抜かれた後、貨物港内から発車していく形をとっているのです。18時15分頃に稲沢駅の貨物港内を発車。果たしてこの列車の目的地はどこなのでしょうか。貨物列車のようにゆっくりとした出だしで稲沢線を進んでいきました。場所を移し、三輪島駅から2キロ離れた五条川信号場へ。稲沢線と東海道線が合流できるポイントの一つです。線路のすぐ東側にはキリンビール名古屋工場があり、この映像はその脇にある側道から撮影しています。稲沢線を走ってきた313系回送列車はこの地点で東海道線へ合流していきます。ラッシュ時間帯で列車が増えている合間を縫って、稲沢線などで時間調整をしながら東海道線に入ります。本来の分岐点の速度制限よりも低いスピードでゆっくりゆっくりと進んでいきます。こうして東海道線へと再び合流していった回送列車、一体目的地はどこなのでしょうか。時刻表などをご覧の方はお気づきかもしれませんが、ひとまず先ほど乗車した普通列車で先回りしてみましょう。先ほど乗ってきた普通列車で名古屋駅へやってきました。ここであの回送列車の到着を待ちます。やはり夕方、帰宅ラッシュ時間帯ということもあって、多くのお客さんが列をなして並んでいますね。はい、名古屋駅です。ここで、あの回送列車の到着を待ちます。夕方ラッシュなので、もうすでに多くのお客さんがいます。次に向かれるのが20分発の北海で、その後の30分発もちょっと見てみましょう。名古屋駅で主に快速列車が発着する2番線ホーム、帰宅客でご覧のような行列ができています。多数の帰宅客が集まる夕方ラッシュのため、列車の本数を増やして対応しなくてはいけません。東海道線では普段15分間隔の普通、快速列車も夕方ラッシュ帯では10分間隔に増発されます。列車の間隔が普段よりも狭まるため、
この駅で行われる退避は行われませんでした。この先の笠寺駅にて、今2番線ホームに到着した特別快速に追い抜かれる形をとっています。多数の帰宅客を連れ込んで特別快速穴小屋駅を発車していきました。次の新快速が到着するまでの間に1本貨物列車が名古屋駅を通過していきます。この貨物列車は岡山発の5064列車で、稲沢線ではなく東海道線を走行する貨物列車です。稲沢駅の旅客ホームで乗務員交代をし、東海道線を東京方面へ進む長距離列車です。夕方ラッシュ帯のわずかな時間の合間を縫い、数多くのコンテナを積載した貨物列車も走ります。貨物列車の通過後、次に到着する18時30分発の新快速豊橋行きの接近放送が流れます。名古屋駅の名物となっている5000人産業の青い接近土ライトが点滅をしています。夕方ラッシュ時間の新快速列車は一部の列車で高田、三河宮駅のどちらかに追加停車する便もあります。そして新快速豊橋行きが入線と思いきや、やってきたのは回送列車。実はこの18時30分発の新快速 2354F、 ここまで回送だった列車がこの駅始発で運転される運用なのです。平日夕方1本だけ運転される名古屋駅始発の珍しい新快速列車の一つとなっています。大垣駅の時点で消されていた車内の電気が到着直前で再びつけられ、帰宅客を出迎えます。ここまで回送列車だったので当然乗客はおらず、名古屋駅始発であることが伺えます。到着後に車掌さんが乗り込んで客扱いの準備をした後、少し待ってからドアが開きます。普段よりも少し間が空いてからドアが開きました。ここまで撮影してきた新快速 2354F に乗り込みます。途中駅である名古屋駅始発なので、帰宅客にとって着席機会が増えるのも魅力ですね。実はこの新快速 2354F、比較的長い歴史があり、2024年3月のダイヤ改正でも存続しています。最初に登場したのは2006年10月の 313系5000 番台登場による運用増加時です。313系の増備に伴い、313系による運用が増加し、ラッシュ時に増便されたことから登場したものです。当初は同じ時間で運転されていた8両編成の特別快速で、快速列車10分間隔化を実現するため運転されました。2015年3月改正より現行の6両編成新快速に編成や種別が変わりましたが、時刻はほぼ踏襲されました。始発駅が名古屋駅であること以外には、通常の新快速と同じように運転されています。終点の豊橋駅到着後は車庫に入るため、係員さんによる点検の後、すぐにドアを閉めます。豊橋駅到着が19時31分着と、ややラッシュが明けた頃に次の運用に向けて一度留置線へと引き上げていきます。この頃になると快速列車も通常の15分間隔に戻り、過剰となる編成は運用から外れていきます。このような形で入念に計画されたダイヤに従って、今日も列車たちは動いているのですね。はい、ということで、今回は東海道線の快速としては珍しい名古屋駅始発の新快速をご紹介しました。大垣からスタートしたわけなんですけども、ちょっとルートもね、
特殊だったので、ルートや回送ルートなんかも特殊だったので、ぜひ取り上げたいなと思ったんですけども、今回取り上げられて嬉しいです。この他にもですね、メンバーシップ限定の動画でおまけなんかを、用意しておりますので、よかったらメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。もしよければ高評価、チャンネル登録、コメント、 SNS のシェアもよろしくお願いいたします。ここまでのお相手はこちびでした。バイバイ。